令和4年9月下旬、ビジュアルな猫か遺産数億のなにがしか、究極の二択を迫られ、後者を選択し恋愛芸で生きていく覚悟を決めた佐野。黒板ゴロウモデルのニット帽をチョイスし、まだ早いアウターに身を包んだ佐野は、着実に人生のホワイトアウトに突き進んでいった。ナイスナイス。挨拶する視聴者に指鉄砲の銃弾を撃ち込んでいく佐野。カメラもずれたか。もう俺の足元はサングラス置き場になってるんですけど、邪魔なんだよ。もういいか。足元にサングラスを並べ、自慢のターンに備える露天商な佐野。俺今日2軒ぐらい、うん、昼間飲んでた。で、今帰ってきた。買い物して。記憶にもやがかかる黒板五郎な佐野。おしゃれな上下マムートです。マムートの上下です。自慢が成功し、満面の笑みな佐野。いいだろう、いいだろう。夜は寒いから、むいちゃんグリース来てね。コッコちゃんが買ってくれたの。禁断の恋を謳歌する豆泥棒な佐野。おおおおおお、お前高いだろな。うん、うん、元カノとおそろで買った思い出のマムート。マムートって、あ、うん、うん、山岳ブランドのトップブランドだよ。山用品の中では。その代わり値段も飛び抜けて高いけど。佐野は夜行バスで山の麓まで行き、おでんを食べて帰ってきた美食家な登山家だった。じゃあ、まあノースペース、あ、ノースペンを持ってるよ結構。佐野に略せない言葉はなかった。うん、でもいいじゃん。あ、もう人と被らないから。佐野はブランドロゴを視聴者に見せようとするも、左右逆だった。ノスウェアだって、あのバリエーションが多いからな。マムートあんまないんだよ、色の種類も。佐野は圧巻のフェイスで視聴者を恐怖に陥れた。俺は M だよ、全部。マムートもノスウェも。そして佐野は花ドリル本体を足元に並べたサングラスケースに格納した。なんでだってみんな首かしげるだろう。だよね。中高年のご意見番トゲの深夜食堂をはじめ、数々の配信者が佐野の彼女の言動に遺憾を意を表明していた。あの人は放送外で俺とどういうスタンスで会ってるかなんて、お前は誰でも知らねえ。視聴者にとって配信者の人格は画面に映る言動が全てだった。氷ぶん投げられたもな、おしぼりが空を飛んでもな、空飛ぶおしぼりだからな。空飛ぶおしぼりが佐野の格を海底まで引きずり下ろした。だから言ったよ、ああ、おしぼりぶつけるのは雪地だけにしとけよ。わかった、絞りは雪地にだけはぶつけていいから。佐野にとって雪地は安牌だった。
ちだったら許してくれっから。おめえと最初はグーじゃんけんポンもしてくれんだろって。何がしの保育士を仰せつかった諭吉は仕事の準備を始めた。そして数時間後、もういいや、だから人種が違うから。人種が違う佐野は諭吉に連れられ大阪新世界の街を闊歩していた。知らねえって言われたのは分かんない。ギャルの店行きますか。ギャルのお店があるんですよ。何がしプレゼンツのパーカーに加え自慢のコートに身を包んだノーリードの佐野は斜めにかぶったキャップの合間に得意な空気を漂わせていた。若いぞ、ブナチャーマンは目立っちゃうから。ブナチャーマンは目立っちゃうから。普通にしていても目立ちがちな佐野は極寒の大阪新世界のファッションリーダーだった。4000円のホテルが一番いいのが一番。お茶ありがとう。佐野はガチな登山ブーツを装着し、ズボンは左右で長さが違うおしゃれ番長だった。佐野さんが何分で食べるかっていう企画で見れた。めっちゃ早い。だが6本の佐野は熱々の麺類であっても数秒で完食する男だった。はい、マジで。佐野は精神的異常をきたしていると言われた男だった。いきます。佐野さんがなんと立ち飲みに来たという。あ、いけるんすか。入店早々足元を確認する落とし穴な佐野。これいけるやつ。最近散歩してる。何の脈略もなく突然体力自慢をする唇フェイスな佐野。何も食べんでいいですか。なんかつまむを与えてください。愛する何菓子に食べ方が汚いと言われたもみてかの佐野。どうすんだって言われても、ほら、佐野さんが新世界で飲んだらどんな風になるのかなって。どうもなんねえよ。まあ、ゴーみたいに、ソラとブドウシボールはやらないけどね。やがて、退店した佐野は、佐野ステップで新世界を席巻。あ、こういうの俺、まあ、嫌いもんな。ザ・ナニワフェイス。ゴミテルの企こう楽しんでる。新世界でショッピングを楽しむ佐野。1個プレゼントします。いや、いらねえ。ごめん、ごめんな。ごめんね。ごめんな、これほら、もうあかんっつって。子供の前に出たあかんっつって。子供にマウントを取る傍観な傍観フェイスな佐野。あー、まあタイプでしょうね。警察呼ばれる。街行く女性を品定めする容疑者フェイスな佐野。なんでこの人いたずらして捕まっちゃうんだよ。お前ぶっ飛ばすからな。そうよ、お前海に突き落としたりしてた。それは最初。女の子と喋ってたわ。すぐあれやな、騙すんだよ。そういうとこやぞ、佐野が怒るの。新たな店に移動した一行は早速ホステスを口説く佐野にダメ出し。典型的な立ちの悪い客だった。嫌われんじゃボケ。俺疑惑開けてない。これでいくら今日稼げた。ゼロだから。佐野さんってほんまに金がねえよ。諭吉は投げ銭は元より、視聴数の上積みもさほど得られず、この男の限界を感じた。割愛するが、佐野の下ネタを交えたマウントトークにホステスが愛想笑い。諭吉はその体たらくな佐野に苛立ちを覚えた。あれで、年齢相応の人だな。恋愛して人生気づいてからなんて。なるほど。でも上じゃないとダメ。上永つけたな。同じ年は。いや、もう上永つけたな。男も女もな。まあ、一緒に頑張んねん、人生っていうか。女を口説くためなら嘘も辞さない佐野に対し、次々に論破していく諭吉。それにより
佐野の不可思は無様に散った。佐野の巨人に来たら何も信じてるよ。そんな見たら分かるやろ、もうパッと見て分かるやん、なんかボーラーで分かるやん、ボーラー、ただのおっさん。乾杯ぐらいでなんかさ、香川バーに移動する。佐野は浴場を抑えきれずにいた。場の空気を読まない佐野の欲求はエスカレートの一途をたどった。ないにさせてくださいとかよ、ゴミだろおめえら。あんたもな、お茶番おじさんの会場がテロップ。でも何がお茶番とか言うの。鬼監視中の佐野はたまたま居合わせた青汁猫たんを執拗に攻撃した。クソしか言えんだよ、ワンちゃん引いたの。どうしてよ、おいゴミだよ。オンラインの佐野の青汁猫たんへの愛がいつしか憎しみへと変わっていた。取られまくった。本命、本命みたいな、やめよう。本命の佐野は顎があらぬ方向にひしゃげ始めた。ブルーホワイトセミ舐めてんのか、俺ら。佐野の顎はもう収拾がつかなくなっていた。おい、ブルーホワイトはほら、やっぱりセミ舐めてんのかよ。フライトだけの話やろ。佐野は振られたら潰しにかかるスライド顎野郎だった。でも私お前大好きなんか人のこと言う。どうやって俺は増えた今日。でも何やろ、2億を狙いに行くの。6億。佐野は何がしの遺産6億円を男の魅力で電気の力で奪おうと密かに企んでいた。いつか結婚しようと思ってんの。しない。一緒には暮らす。それはもうなんか考えてんの。佐野は多少脳みそが弾けようとも人妻彼女何がしとの6億との同棲生活を企んでいた。ズルはしないよな、大きな。あの子は絶対しない。うん、あのね、デリカシーをもうちょっと覚えてもらったら。なな今日も佐野のもとに何がしに対するクレームが寄せられた。そして、佐野は居合わせた女性客の隣に座り、肩や腰、天部に黄金の手を這わせた。猫さんの答えは全部これ猫さんの答えだ。クドキモードの佐野は諭吉に口止めの強烈なパンチをお見舞いした。佐野は嫌がる女性客にスキンシップを図りながら言葉の魔法をかけ続けた。おい、ゆきち。はい。止めていい。そうなの。佐野はこうしてマイドボイに落ち、佐野が落とした女性は人妻彼女何がしのみだった。おめえ、てめえ、出しゃばんだよ。出しゃばってないな。佐野は強烈なサバンで諭吉を牽制した。なんだ、チュアチュアだ、チュアだ。お前悪いな。次回、隣の客席までずれた顎、ご期待ください。ジューはお前が遅れたから、おっぱい揉むなって、おっぱい揉むなって。佐野、佐野、おっぱい揉むな。